ボルネオアカニシキヘビは、ハチュウコウユーリンモクニシキヘビカニシキヘビ属に分類されるヘビ。別名イエローブラッドパイソン。インドネシア、マレーシア最大全長200センチメートル。体色は褐色や暗褐色で、黄色い斑紋が入る。体型は、ふと短い。覆面の鱗の数は160枚強。尾は短く、英名の由来になっている。 頭部は大型ではないものの首が細いため目立つ。目上げ板は一枚。目上げ板は一枚。目と上唇にある鱗の間には、鱗があり、上唇板と目と接しない。一番前の頭頂板が中央で接する。沼地や湿地に生息し、水にもよく潜る。食性は動物食で、主に小型哺乳類を食べる。繁殖形態は卵生。メスは、 卵の周りにトグロを巻いて、卵を保護する。生息地では、食用として食べられることもある。皮は皮製品として利用される。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。野生個体の流通が多いが、近年は繁殖個体も流通する。繁殖個体では、いくらかなれる個体もいるが、性格は基本的に荒い。また乾燥に非常に弱く。 保湿力に優れた床材や全身がつかることのできる大型のケージが飼育には必要になる。ありがとうございます。